渋谷有明渋谷有明から1923年12月14日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。和歌山県出身。和歌山藩士の家に江戸で生まれる。1878年12月、陸軍士官学校を卒業。翌年2月、騎兵将尉任官。1886年12月、陸軍大学校を優等で卒業。 参謀本部第2局に配属。1889年11月から1891年11月まで東宮部官を務めた。日清戦争末にこの駅平連隊大隊長として台湾に出征。1895年1月、この駅平連隊長に就任し、1897年10月、騎兵大佐に昇進。1九百年四月、 騎兵第15連隊長に転じた。1901年2月、陸軍騎兵実施学校長に移動。同年11月、陸軍少将に新旧式兵第1旅団長に着任。1903年4月、騎兵官となる。1904年2月、第一軍兵団官に発令され日露戦争に出征。1906年2月、市長兵官に就任し、 1908年12月、陸軍中将に進んだ。1914年5月に退名となり、同年8月、予備役編入された。1919年4月1日、交尾役となる。1916年1月、区内省を締め頭となり、1921年10月から、宮中顧問官を務めた。ありがとうございます。